はい、はい、お風呂に入っていただいた後、はい、まず、体を洗ってもらいます。そのまま湯船に浸かってもらったらそれはダメです。それから、湯船の中で石鹸やタオルを使うこともダメです。体を洗っていただくところはここです。ここにシャワーがあって、これをカランと言います。カランからお水とお湯が出ます。そしてここで体を洗って流してもらった後お風呂に入ってもらいます。こちらが、電気風呂。これちょっと怖いですけど、電気が流れてます。で、ちょっとビリビリきます。でもそれが気持ちいいという人もたくさんいてます。でこれが普通のお風呂。そしてこちらが今はちょっと機械止まってますけども、ボコボコ泡が出たりするお風呂です。そしてこちらがサウナ。それからそのサウナの後に、おお、大丈夫ですか？すいません、見えなかった。これもう一回お願いします。はい、いいですか？はい、いいですか？いいですか？はい、はい、こちらがサウナ。それからその後に入ってもらう水風呂です。これ何度ぐらいですか？これでね、大体うちは19度ぐらいです。